さんこんばんは。小池と申します。先ほど紹介にありましたように、3時まで私そこの川崎球場でアメリカンフットボール、日本社会人フットボールの一部リーグ、 X リーグの試合をやっておりました。残念ながら試合ちょっと大敗したんですけども、最後までうちの選手は第4クォーターのホイスが鳴り終わるまで一生懸命戦ってくれました。非常に誇りに思います。今日の私のお話は、チャレンジ、マイオンリミット、限界までやってみようじゃないかということをお話したいと思います。先ほどありましたように私もそこにある大きなバイクにチャレンジしました。50歳の時です。それまで1回もバイクに乗ったことありません。皆さんもちょっと言っておりましたけども大変なチャレンジでした。やっと大型のバイクを取って、そして乗り出してみたら360度全部見える世界、腹の底から素晴らしい、気持ちいいっていうのを何回も発信しました。そして仕事の関係で茨城県の日立長市に工場があったので、そこで朝5時に起きて、でお笑いの海岸まで行って、日の出が出るのを見ておにぎりを食べて、それから会社に、そんな素晴らしいことを何年かやってました。で、素晴らしいなと思っているときに一つ大きなことが起きてしまいました。これは単身赴任でその工場に行ったんですね。だから女房も家族も私がこんなチャレンジをしているということを知らなかったんです。言いませんでした。ありえないですね。で、ところがある取材を受けたときに、私の趣味として1枚のこのバイクに乗ってる写真が載ってしまいました。アウチです。彼女は私を見てびっくりして、ありえないという顔をしました。人生最大の危機ですね。そしてしばらく考えて彼女は私に言ったんです。今度は私を後ろに乗せてね。どうですか。私がやっぱり私にとって最高の女性を妻にしたと思います。日本人はこんなことはありません。絶対自分の妻を他人の人に褒めるってことはありえません。そうですね、悪い文化ですよね。私もこんな話するのは今日が初めてです。妻はびっくりしてると思います。そんなことがありましたけども、東京にまた勤務で戻ってきました。バイクは非常にやっぱり東京では危なくて、しばらく乗ることを諦めていました。でも60近くなった時、今度は新しい工場、私のマネする工場が三重県の四日市にあったんです。鈴鹿サーキット近いですね。自然がある。もう一回チャレンジしない手はない、そう思いました。その時に BMW が新しいオフロードのバイク、 1200cc のバイクをリニューアルしたんです。一発で惚れてしまいました。すっごい綺麗なバイクなんです。これしかない、すぐに発注しました。さっき平井さんは6ヶ月と言いましたけど、私は8ヶ月間待たされました。その時に営業マンが、 BMW の営業マンが言ったセリフを今でもよく覚えてます。お待たせしましたじゃなくて、小池さん、あなたはラッキーな人ですねと言ったんです。考えられますか。その時私は学びました。私も生粋のエンジニアですが、営業も仕事の関係でやります。一度でいいからこんなセリフをお客さんの前で言ってみたいなと思ってました。でもその時もう一つ学んだんです。やっぱりそれをするためには人を動かすような製品を開発して世に送り出さないとこれは言えないということも分かりました。これもバイクの経験です。この格好だけじゃなくて、バイクは素晴らしいということをもう一回実感しました。それは自分が右に曲がりたいと言った時に、お前それはちょっと足りないぞ、もっと傾ける、そういうことをバイクが僕に伝えるんです。そして、バイクの方は、自分の方はこの角度でいいか、あるいはこの音でこっち側に倒していいかっていうことを言うんです。バイク、機械と人間とのコミュニケーションが始まるわけです。これができる乗り物だってことを自分でよく今回のそのバイクに乗って分かりました。そしてその時にまた一つのことに浮かんだんです。今皆さんご存知のようにアメリカでは2045年問題が非常に話題になっています。大学を挙げて
企業を挙げて、政府を挙げて、すべてはこの問題を真剣に考えています。これは皆さんが最近見たターミネーター、うん、5作でも出ましたね。あるいは古くは2001年宇宙の旅マトリックス、いろんな映画がこういうことを言ってます。2045年、機械は人間を超えてしまうということです。その結果として映画は人類が滅びるんじゃないかという警笛を鳴らしました。この問題は真剣にアメリカが取り組んでいます。でも私はこのバイクの経験を通じて一つの信念を抱くに至りました。2045年になっても人間と機械はコミュニケーションを通じて存続する、共生していく、そういうふうな世界ができるというふうに思いました。たとえ我々のこの肉体が滅びたとしても、そういうことをこのバイクがまた教えてくれました。今日は私は自分が仕事以外でチャレンジしているいろんなことをついてお話しました。仕事にも頑張ってます。ちょっと宣伝で言うと、私はこのフラッシュメモリっていうカードを作っている会社の社長をやってます。皆さんも使ったことあるかもしれませんね。カメラなんか入ってます。でもこういうものを通じて、私はこれから技術を革新して大にチャレンジして世の中をもっと変えて素晴らしいことをしてみようということに挑戦 してみようと思ってます。こういういろんなことの挑戦を通じて何でやるんでしょうか。これみんな疑問だと思います。この経験を通じて、今日はちょっと2つぐらいの話しかしませんでしたけども、毎年新しいことをやってます。そうすると新しい世界を知って、どん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 いろんなことを学ぶことによって大切なことが分かるんです。人生ってなんて素晴らしいんだろう。生きるってことは光り輝いてるんだ。何人かの方がおっしゃいました。私もその通りだと思います。新しいものにチャレンジして目を向けていくと、どん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 変わっていくんです。そしてこれは新しいエネルギーを私たちにくれます。このエネルギーは皆さんが直面するすごく困難なこと、ありえないような危険なこと、超えられないような障害、これを必ず打ち破ってくれる、そういうエネルギーを作ってくれると思います。今日の私の話を聞いて、 BMW のバイクとは言いません、何か新しいことに一つでも挑戦してみようと思ってくれたら、こんな嬉しいことはありません。どうもありがとうございました。